最近頻繁に金縛りに遭います。周りに話しても体験したことのない人多く分かってもらえません。いろいろと種類があり、ただ、苦しく恐怖感のものや、そんなにしんどくなく体が宙に浮いたような感覚になったりします。金縛りは感覚、金縛りは霊的なものと聞いたりもしますが、一体どのような原因なんでしょう。ちょっと待ってくださいね。この金縛りっていうのはね、霊的なものだっていうのはそれ俗説でですね、金縛りはもう医学的にですね、それが一種の身体現象っていうか、まあ病気とまでは言わないんだけど、金縛り、それどういうものかっていうのは出てきます。睡眠の専門医にね、話を聞くと、何という名前だったっけな、金縛りは睡眠麻痺という現象なんですってね。睡眠麻痺という現象で、でまあいろいろなですね、こう治療法がある、対処法があるわけであります。ですから、まあ睡眠麻痺ですね、その金縛り、そのお医者さん、医学とか検索してみてください。でそれで対応されるのが、まあ一番いいと思います。